皆さんこんにちは、店長磯野です。今日はなんか小道具が置いてあります。小道具があります。はい、何のお話をしていくかというと、地盤についてのお話を今日は解説していきたいと思います。実はこの地盤はですね、本当に皆さん知らないことが多いと思います。知らないことが多いと思います。で、まあ簡単にですね、まずは基本的な予備知識からご説明して、住宅の裏話をぜひ聞いていただきたいなと思います。最後まで聞いていただくと絶対損しないと思いますので、楽しみにしてください。はい。で、まずですね、この地盤はですね、必ず品格法っていう法律に基づいて、現在ですね、着工する前に必ず地盤調査をすることが義務付けになっています。地盤調査です。地盤調査は大体会社によっては多少変わりますが、5万円ぐらいです。5万円ぐらい。で、地盤調査はどんな方法でやるかっていうと、一番オーソドックスな方法は、頭にですね、こう、重りがあるんですね。ここのちょっと画像に出しますが、頭にですね、重りが100キロの重りが乗っかってます。で、重りの先にロッドがあって、ロッドの先にドリルがあるんですね。で、このドリルが、同じこの100キロの荷重で回転してきます。回転しながら土の中に潜っていきます。はい。で、潜っていくところの速度、それから感触をデータに取っておくんですね。で、例えば速度って言ったら、当然速度が遅ければ地盤が硬いので通りにくい。それから速度が速ければ柔らかいということですから速いんですよ。はい。そんなシンプルなテストなんです。それを25センチずつデータを取っていって、最低一番ですね、深いところどこに硬い地盤があるかっていうのを調査するのが、一般的にスウェーデン式サウンディング試験、SS 試験なんて言いますが、そういったものが一番オーソドックスな試験になってます。はい。で、この試験をやっていくのですね、建物の敷地に対してどこをやっていくかっていうと、実際配置が決まったところで、その建物の配置の四隅とですね、真ん中、最低この5ポイントで地盤の調査を行います。で、まずここでポイントとしては、建物の真下でないとこの調査、そして地盤の補強が必要になった場合は、ちゃんとやらないと意味がないんです。中にはですね、会社さんによっては、建て替えのケースとか、またはまだ配置も決まってないのに、とりあえずの位置で地盤調査をするケースがありますが、これは危険です。実際地盤っていうのは敷地の中でも、例えば極端な話、一つの敷地で右と左でも全く層が違ったりするんです。何かというと、こう横から見た時に、硬い地盤がですね、落ちてるケースがですね、土の中で。これ見えないですよね。なので、これがどこで地盤が変わっているのか、表層から中身が変わっているのかっていうのがわからないので、必ず建物の配置に基づいて四隅と真ん中を調査するようにしてください。はい。仮に建物がよくあるのは建て替えのケースの場合で、その周りだけ測るってケースあるんです。これは仮調査としては別にいいんですが、ちゃんとした本調査を着工する前に配置に基づいてやるっていうことを忘れないでおいてください。はい。で、この地盤調査をした結果、こう、硬いかどうかっていうのがですね、変わってきます。で、もし、硬くてですね、しっかりした地盤は、一番ちょっとここにあります。ここに建物があります。はい、こんな感じですね。はい。もうちょっと近づいてみましょうか。はい。ここの、地盤の部分が硬くても下に落ちませんよっていう場合は、もう良好な地盤ですので、そのまま建物をポンと建てると。はい。こんな感じですね。配置終わりますけど、はい。こんな感じで建てます。はい。で、もし、地盤がですね、弱かった場合ですね、そこにもし立ててしまうと、沈んじゃいますよね。こんな感じで。沈んじゃいます。そうすると、建物大変なことになりますので、沈まないようにします。それから先ほど話したような、敷地の中で、硬い地盤と、それから柔らかい地盤をまたぐようなところもあるんです。その場合は、やはり、柔らかい方に建物が傾いてしまうので、地盤の補強工事っていうのが必要になります。柔らかい土地があった場合は、補強の工事をするということを覚えておいてください。はい。で、補強の仕方もですね、何種類かあります。で、これも一番オーソドックな形で話していくと、浅いところだけが地盤が弱いっていうケースの場合は、表層改良って言いまして、例えば1メーターぐらいまでのところですね、土のところにコンクリートミルク、粉を混ぜたり、コンクリートミルクを混ぜて硬くするっていう人工地盤みたいなイメージで、そしてその上に建物を建てるという表層改良工事っていうのがあります。この表層改良はコスト的に一番お安いかなと思います。ただ地盤をガチガチに固めてしまうので、後で建て替えたりするときにですね、正直結構大変なことになるので、それもきちんと考慮するようにしてみてください。
それから一番多いのはですね、この右側ですね。ここにですね、こういう杭があります。杭があります。はい。で、これをまあ一般的に大きく分けると、杭工事って言います。杭工事。で、杭工事もざっくりですね、二つ種類が分かれます。まず、一番多い工事は、ソイルコラム工法っていう杭打ちですね。杭打ちがあります。はい。で、ソイルコラムは、できた杭を打ち込むんではなくて、大体ですね、直径60センチとか、場合によっては30センチの直径を、まずはですね、穴を掘っていくんですね。で、穴を掘って、例えば3メーターのところに硬い地盤がありますよって場合は、そこまで掘っていって、3メーターのですね、柱の元をつくんですね。穴を開けます。で、その穴の下から戻ってくるときに、この穴を開けた削岩機の先からですね、コンクリートミルクが出ながら混ぜていくんです。そうすると、周りの土とこのコンクリートミルクが柱になっていくんです。これがソイルコラムです。柱を作るってイメージです。後から。はい、これを、必要な個数ですね。本数打ち込んで作っていくっていうのがソイルコラム工法っていうのが一番オーソドックスです。3メーターとか5メーターとかですね。そのぐらいだとやっていくような形です。別名は、摩擦杭なんていう言い方もします。土の摩擦を作ることによって沈下させないっていう工法です。そうするとこう、周りの地盤が弱かったとしても下に下がっていかない。はい。下がっていますよね。はい。これが、表層、杭工事の中のソイルコラム工法です。で、同様にですね、もっと深いケース、もっと深い10メーターとか、硬い地盤が非常に深いところにあるケースの場合は、まさに杭工事です。はい。いわゆる、これはまあ、交換杭って言います。交換です。鉄の杭ですね。交換杭を、例えば10メーターとかの杭を、実際ですね、まあ10メーターその運んでくることが難しかったりするケースは、まあ例えば半分ずつにして、まあ、溶接してとかありますけども、それによって杭を、これは機械で差し込んでいく。こういう工事です。はい。これも基本的に何本か。だいたい1本のですね、直径が 10.5 センチとかそのぐらいなんですが、その杭を敷地の規定の場所にこれも全部打ち込んで、そして建物を乗せるというような形です。はい。これが基本的な地盤の補強工事の仕方です。はい。で、以前、この前、神奈川県横浜でもですね、横浜の都筑区というところで、マンションが、こう、ずれちゃったっていうのがあったんですね。ずれちゃった。まさしくこれは実はこの交換杭だったんです。はい。で、この交換杭の長さを、まあ、意図的なのか、間違ってしまったのかわかりませんが、仮にですけども、本来10メーターの杭を下まで打たなきゃいけないところを、仮に8メーターのところで止めてしまった。で、それがちょうど建物の境目のところでそういった短かったので、その杭がですね、沈んでっちゃったんですね。で沈んでった同時にマンション自体も沈んでいって段差ができてしまったっていう事故です。はい。これはもう完全に、施工会社のミスだと思います。はい。そんな例もあったりしました。なので、補強杭はやはりきちんとした施工をしないと危険なので、万が一弱かった場合は、きちんとした施工によって安心していただける、まずは地盤を作る必要があります。はい。ここまではですね、一般的な話です。一般的な話です。はい。ここからは住宅の裏話をします。裏話をします。はい。利益のポイントというふうにハウスメーカー、工務店も含めてですが、考えております。はい。本日も YouTube 動画最後までご覧いただきまして、誠にありがとうございます。私、店長磯野が、新しい新コンテンツ、こちら、これを知れば大丈夫、失敗しない家づくり7つの法則を無料で動画を配信しています。こちらですね、簡単登録です。こちらのタイトルの下にあります概要欄をご覧いただきますと、そちらの方にこちらのタイトルの動画の URL が貼ってあります。そしてそちらの方にアクセスいただきまして、説明をご覧いただきまして、簡単な LINE 登録だけで動画の方の登録、配信されますので、ぜひこちらの登録をお願いいたします。それではまた次回もぜひ YouTube 動画楽しみにしてください。ではまた。